はい、タバコ嫌いの人って、まあ、最近増えてますよね。で、禁煙ファッションですかね。まあ、それが過激な人がいて、で、うちのマンションの隣の家が、まあ、タバコ嫌いで、で、その、排気口から、そこのベランダの、まあ、干してる洗濯物とかにかかるってことで、で、うちの親にクレームを入れてるんですけども、2、3回。家の中で吸ってるものをやめてくれっていうのって結構その要求として割と俺は厚かましいと思うんですよ。タバコ吸う人はまあ3分の1ぐらい、人口の3分の1ぐらいいるわけで、そのベランダで吸ってて他のベランダにかかるとかいうのをやめてくれたのはまだわかるんだけども、で、そのうちの大家もね、で、それで苦情があったから、うちのマンションは、タバコを禁止しますとか、いうルールにしちゃってるんですよ。もうそれもね、もう俺タバコ吸わないけど、吸ってる方からしたら、このマンションタバコ OK ってことで入ってきて、で、その、入ってきた後にそれ禁止されちゃうって、結構ですよね、それ。どういうものの考え方してるのか、俺は疑問なんだけども、それは。で、まあ、禁止になったと。で、その禁止になった以降も多分タバコ吸ってるから、また苦情が来たってことで、で、それ、吸ってる人はやめてくださいってみたいなことで、手紙が各部屋に、おそらく各部屋だと思うんだけど、各部屋に手紙が来て、で、まあ、俺も読んだんだけども、で、まあ、俺ではないと思うんだけど、タバコ吸ってないから、ただその、なんか他の匂いで勘違いしてる、蚊取り線香とか、まあ、さすがにその違いはわかるとは思うんだけど、でも一応でも、その人の家にそのタバコ吸う、家の中で吸うのやめてくれっていう、その、要求する人ってどういう人なのか、まあ、気になって、主張としてはなんかその、味噌汁作るのやめてくれとか、カレー作るのやめて、臭いからやめてくれっていうと、そんなに変わんないと思うんですよね、俺は。まあ、タバコ、カレーアレルギーの人もいるだろうし、もちろんその有毒、ニコチンとかに猛毒だけども、でもその、まあ、社会通念上その吸ってる人はいくらでもいるわけで、でもさすがにも気になったんで、そういう反論来た場合どう返すのかっていうのを、まあ、高額のためにちょっと聞いてきました、はい。何回ぐらいかかってわかりますか？僕1回なんですけど、で、僕タバコ吸わないんですけど。あ、1回ぐらいないです。あ、2回の、じゃあ、おそらく2回。多分3回だったら上に上がりますよね。ただね、風のない日は、ちょうど延長線上に、はいはい、降りてくる感じで、3階からも感じたことあります。あ、下から降りることあるのかな、でもタバコの煙って。あ、多分上、煙って上に上がりますよね、でも。あ、ただ、こう、やっぱ排気口が下向いてるんですよ。ああ、そうですね、でも。で、1階からはない。あ、まあ、もしかしたらあれかなと思って、蚊取り線香とか、そういう匂い、夏だけ特に臭いとかするだろう。いえいえ、もう完全タバコです。完全にもうタバコ。私、タバコ全然苦手で吸わないので、あ、タバコの煙はすごい。特に、ああ、じゃあ吸ったこともない感じですか。はい、ああ、そっか、そういう人だ。ただ、タバコの煙はすごい分かるので。例えば、その、だって、室内で吸うのが臭いってなっちゃうと、もう、じゃあそれも、じゃあいろんな、例えば、じゃあ、バスクリーンの匂いが臭いとか、じゃあ味噌汁の匂いが臭いからやめてくれとかって、それ結構主張難しいじゃないですか、それをやめてくれっていうのって。例えばじゃあ隣がラーメン屋だとしますよね、はいはいはい、で、豚骨の匂いが臭いから、はいはい、もうお店やめてくれとかって、それをお願いするのって難しいじゃないですか。だから、それと同じで、例えばじゃあ、僕、高額のためにちょっと、僕、議論の、その、まあ、個人的に趣味で議論の研究をしてまして、例えばじゃあ、小学3年生が、じゃあそういう反論をしたときに、じゃあタバコをやめてくれって言うんだったら、じゃあ味噌汁をやめてくれとか、味噌汁作るのやめてくれとか、カレーライス作るのやめてくれとか、主張してきた場合に、じゃあそれも飲むんですかっていうふうに、小学3年生の肥満児が例えばじゃあ反論してきましたと。どう反論しますかね。で、私はね、その料理とかは一切全然気にしないんですよ。だからお兄さんはね。まあ、うちもそうなんですけど、うちはね。それで匂いとか気にならないんですね、たまたま。健康に火があるじゃないですか、ありますよね、副流ありますよね。それで洗濯物が実際にタバコ臭くなっちゃって、うん、洗い直したことが何度もあるんですよ。それで実害っていうかなっちゃって、アレルギーにじゃあ近い感じですよね。でもそうなると、そうなると、でも料理とかでも匂いアレルギーありますね、化学物質とかバスクリンとか。あ、ただあれですよね、タバコの害ほどは料理の匂い、副流煙、まあ、猛毒ですもんね、一応猛毒、ニコチン。
それでその比較で言うとでも臭い本当にじゃあ豚骨の匂いが嫌いな人はでも本当に嫌いだしな、多分吸う人にとっては多分その人は結構カチンとくるような多分内容だなと思うんだよね。じゃあ庭の草木とかでもそこには虫、それによって虫が集まるからそれで迷惑かかってますよとか、いろんなそのお互い言い合いになっちゃうと思うんですよね、うん、それで多分ないでしょ、まあ、私もあのそこまでね、うん、絶対部屋で吸うなとか思ってないので、まあ、だいたい日数でいうと月に何日ぐらいですかね。いや、結構毎日のようにファンが回ってて風がない日は、うん、ほぼかなり感じます。ちなみにでも洗濯物って家の中でも干せますよね。干せるんですけど、うん、やっぱり晴れて、まあ、晴れてるのに家は汚す、まあ、布団とかそういうものはまあそうです、ね、そうでやっぱりあの家の中でやっぱカビ臭くて、ああ洗濯シートが出たりとかして、ね、室内専用の洗剤知ってます？いや、匂いが出ないタイプの室内干しでも匂いない出ないタイプの洗剤っていうのもあるんですよ。料理とでもタバコってさ、まあ毒は毒だけども、ただ一般社会通念的にタバコ吸う人ってまあ人口のまあ3分の1はいるわけだし、うん、そうなるともう山とかで暮らすしかない。私はそこまで要求してないので、ああじゃあなるべくじゃあ排気口から出ないようにして、はい、なるべくでいいからみたいな、そのぐらいのニュアンスで。もしもそれやっぱり住んでらっしゃる方が、うん、それは無理だと、あのそれ家で吸ってるんだから、うん、それはやっぱり外で吸うには路上喫煙禁止になってますけど、ああ、はい、家の中ではそこまでは私も要求できないし、うん、オーナーさんも、とにかく、まあ、自分じゃなかったっていうことでは分かったんで、あ大丈夫です、はい、じゃあすいません、あいえ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 、いえいえ、多分